右、アラバマ州における、ジェファーソン軍の位置左、ジェファーソン軍における、フーバーの市域フーバーは、アメリカ合衆国アラバマ州中北部に位置する都市。バーミングハムの南高約15キロメートルに位置する。人口は8万1619人で、バーミングハム、モントゴメリー、モービル、ハンツビル、タスカルーサに次ぐ、州第6の都市である。市域は、 アパラチア山脈の西に連なる丘陵の南陸に北東南西に細長く広がっており、その面積は111.7平方キロメートルで、大部分はジェファーソン郡内にあり、一部がジェファーソン郡の南に隣接するシェルビー郡にかかっている。フーバーは1967年に人口460人の町として正式に法人化され、その歴史をスタートさせた。 照明は1921年にバーミングハムに保険会社を設立し、1940年代にこの一帯の土地を買収して、今日移し、町の元となった、フーバーコミュニティと呼ばれる集落を作った、ウィリアム・ H ・イチ・フーバーにちなんで付けられた。1970年代以降、バーミングハム中心部から郊外へと流出した人口を吸収して、フーバーは郊外都市として、 急速な発展を遂げ、その人口増加の勢いは2010年代に入っても、なお続いている。リバー・チェイス・ガレリア・フーバーでは、アラバマ州を南北に貫き、州の4大都市圏を結ぶ、週間高速道路 I-65 と I-59 の支線で、バーミングハムの南郊外をバイパスする I-459 とが交わる。フーバーは、郊外都市であるため、 明確なダウンタウンを持っておらず、市のメインストリートである、モントゴメリーハイウェイ沿いを除いて、地域の大部分には、密度の低い住宅地が広がっている。I-459 と、国道31号線とが交わるインターチェンジの南西角には、アラバマ州有数のショッピングモールで、ホテルとオフィスビルを併設する複合施設、リバーチェイスガレギアが立地している。オールドリジ植物園また、 アイマイナス65とアイマイナス459のジャンクションの南西には州の野草であるカシワバージサイの栽培で特に知られるオールドリッチ植物園が立地している30エーカーの広さを持つ同園はもともとはアラバマ州における野生のカシワバージサイを発見し栽培してスノーフレークハイドランジアとして特許を取った地元の養殖園主エディオールドリッチの邸宅であったが 1997年にオールドリッチ夫妻によって死に寄贈され、植物園として一般に公開されているものである。以下に、フーバー市における1970年から2010年までの人口水位をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。